少年オルフェは、米沢幸夫の児童文学作品。第3回講談社児童文学新人賞受賞作。小学5年生の堀田進と、その妹フーちゃんは大の仲良し。しかしある日フーちゃんは突然風をこじらせて死んでしまう。進が腹っぱで途方に暮れていると、突然一台のロケットが現れる。妹に会いたいという進の願いを神様が受け入れたのか。 このロケットは、光線の国へ向かうという天の鳥船だった。光線の国へ行けば、フーちゃんを生き返らせることができるかもしれないと信じた。ススムは、単身ロケットに乗り込み、長い、長い冒険の旅に出た。ギリシア神話のオルペウスの伝説の主人公の二人を、幼い兄弟に置き換えている。子供向けということもあって、物語のテーマは、妹の死という悲劇というより、主人公。 進むの冒険が主体になっている。内容もロケットで旅立つのをはじめとし、宇宙を旅する、光線の国を惑星に置き換える、進むに協力する科学者が登場するなど、SF 要素が濃い。1965年に NHK が小さなオルフェと解題して単発で、1972年にはやはり NHK が現代のまま少年ドラマシリーズ中で、 テレビドラマ化している。後者はストーリーや人物設定を大幅にアレンジしているネックからの悪役は登場しない。1962年に講談社の児童文学創作シリーズの一点として観光以後1969年に復刊1981年には同社の青い鳥文庫1988年に墨星児童文庫から刊行されている。 1972年9月2日から9月23日まで NHK 少年ドラマシリーズの一編として放送。全4話。シリーズの大部分同様、マスターテープが使い回されたため NHK 公式に映像は残っていないが、出演者のあだまりの母親がテレビ画面を撮影した8ミリフィルムが NHK アーカイブスに提供された。ただし、映像のみで、 音声は謙遜していない。ありがとうございます。